静岡県知事選挙で、リニア中央新幹線について推進の立場を示している鈴木康友さんが初当選したことを受け、かねてから鈴木さんと親交がある名古屋市の河村市長は、リニア中央新幹線の早期開業への期待感を示しましまた。彼も産業については、非常に、まあ、あの理解が深い方ですので、早いをやってくれると思いますけどね。 また愛知県の大村知事は事業の着実な推進に向け取り組んでいかれることを期待するなどとコメントし JR 東海は静岡航空の一日でも早い着手に向け地域の皆様のご理解とご協力が得られるよう引き続き双方向のコミュニケーションを大切にしながら真摯に取り組んでいくとしています。